どうも、ウェダックスです。太陽光パネルを置いて1ヶ月が経ちました。具体的にどうだったのかを紹介したいと思いますで。太陽光発電を今リアルタイムでマナミックスっていうチャンネル、太陽光発電リアルタイム配信中で検索すれば出てくると思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい。で、今ですね、発電がゼロなんですよ。夜なので。 で、これが今使ってる電気代なんですけど、電気代っていうか消費電気なんですけど、1.9キロで1.9キロ買ってるわけです。これがだから昼間になったら発電が働いて消費を賄ってくれる。で、これを超える発電をすると売電といってプラスになっていくんですね。単価は1キロワット17円です。1時間で17円ですね。はい。で、先月発電した電気が どんなものかっていうと,、えー、と11月ですね 339kW 発電しましたで晴れてる日は3 0キロとか発電してるんですけど晴れてない時は5キロとか下手したら1 2キロっていう日もありますだからかなり天気に左右されるのは間違いいです金額の方なんですけども 339kW 発電して 売れた金額が1 4 6キロえっ、ー、と、差し引きは使った電気です。だから2518円、うちは電気が売れたわけです。で、使った電気量は、えっ、ー、と、339-146。はい。これは昼間使った電気の量ですね。この分は、えっ、ー、と、買わなくてよかったので、得をしているわけですど。どれぐらい得をしたかというと、 この27.83円、単価ですね、大阪ガスの電気代なんですけど、これが得をした金額です、×27.83、はい、5371円、得をしたわけですね、でプラス、バイデンの金額を足すと、2518円、7889円、うちは得をしました。 はい、けど本当に得をしたのかあのリースで契約してますので月々お金がかかってますハチドリソーラーさんと契約してリース契約0円ソーラー初期費用0円なんですけども毎月決まった金額をお支払いしますその金額が約1万円ですなので7889円だと2000円ちょっと足りないじゃないですか ただこれは3分の2月の3分の2の発電量なので、フル発電してくれればきっと1万円超えてくると思いますので、そうすると、プラマイゼロとなります。はい、これが理想ですね。で、良ければ日照時間が伸びて天気がいい日が続けば、それ以上発電してくれて、もっとプラスは増えていく。そうなってくると、得ができるという話になるわけです。 はいまあ、た,ただそう単純にはいかないですね。結構やっぱりそのトラブルがあったりとかその太陽光パネル今後どうなるかわからないじゃないですかで。天候も雨の日が1ヶ月続いたら赤字じゃないですか。まあ、そんなことはないかもしれないんですけど、まあ、そういうことも想定しないといけないです。だからその辺も考えた上で 設置を検討する必要があるると思いますす検討するにあたってぜひライブ配信してますので昼間どれぐらい発電するのかあの長州産業のこのターン結晶の 340W パーコン5 5キロでどれぐらい発電しているのかっていうのを見てもらいたいと思いますでこれを参考にですねぜひあの自分の家にはつけるべきかつけないべきか考えてみてください、はい、地球温暖化とか そういうことを意識される方にとってはいいのかもしれないんですけどそうじゃない方にとってね本当にうちにとってメリットがあるかっていうのは考えて設置した方がいいと思いますはいという感じですねとりあえず一月で分かったことはこれぐらいですまあ他の動画でねいろいろ太陽光発電のメリットデメリット話してますんで私は特に 多く言わないでおこうとは思うんですけども屋根がそれなりにパネルが置けてでまあ日照時間がそれなりに取れるんであれば間違いなくメリットはあると個人的には思っておりますはい、ということで本日はこれにて終わりますウェダックスでしたバイバイチャンネル登録よろしくお願いします